拍手が起こった。体制完了、ゲートでスタート切られた。横一線綺麗なスタート、外からポーンとレシス選手や、ただ内で押して押して、コーアマゾンです。コーアマゾン、レシス選手や、レシス選手は内を見ながら、2番手には12番のダイアトニックがここ上がっていくか、先頭に立つような勢いになっています。その後ろ1番のカフェパラ安城福永、外から行くサリオス、そしてその後ろにはダノンザキットです。さらにここにいるファインルージュ武豊、そしてその後ろにはオレンジの帽子が2機です。ソングライン、さらにはセリフォス、内からは2番のバンドギャルド、それから3番のロータスランドです。そして15番のセリフォス、ここに一度リス下げて、それから6番の空手、後ろを見ながらシュネルマイスターとクリストフ・ルメールは中段やや後ろ、そして14番のソウルラッシュ、さらにはナラン・クレグ、スピードがあります。11番のカテドラル、そしてイルーシブパンサーは後方2番手、最後方エアロロノが後方2番手に上がってこようというところです。さあ1番人気イルーシブパンサー、最後方安城田辺博信、この手応えどうか。3、4コーナー中間地点通過、4コーナーを迎える先頭フォーアマゾン、2番手にはダノンザピット、いい手応え安城田辺龍が、そのからはダイヤマニック、さあ内を選択したフォーアマゾン、どうかどうか、内そば離れていく、残り400をここで通過する。1番人気イルーシブパンサーは最後方からのテーマになっている、前まで届くかどうか、横一線ずらっと広がった、その中からはダノンザピット、さらに外の方からはサリオスも伸びてこようとしている。残り200を通過、さらには13番のソングライン、ここはダノンザキットが抜けるか、ソングライン、ソングライン、内からシュネルマイスター、ソングライン、シュネルマイスター、ソングラインか、大混戦になりました。